ごきげんよう。高齢者秋爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から光り輝く高齢者になるための起爆剤を配信しております。この起爆剤というのは、昨年の12月20日に私77歳になりまして喜寿を迎えましたので、その喜を取りましてね、喜び会える、情報をですね流したいと思います。起爆剤、高齢者になるための情報を配信したいと思います。そして今日は新シリーズであります。3冊の新シリーズをお送りしたいと思います。これが新シリーズです。まずですね、第1弾に送るのは樋口恵子さんと和田秀樹さんの、これが教書になってましてね、これは対談になっております。ですから今日はですね、この初めの前書きが和田秀樹さんが書かれまして、後書きを樋口恵子さんが書かれていますので、まず今日は前書きと後書きを最初に読んでね、入っていきたいと思います。今和田秀樹さんのうつの壁とか、ボケの壁とかね、80歳の壁とか、いろんなの今お送りしているんですが、その和田秀樹さんと樋口恵子さんが大井ドンとかですね、いろんなのを、お送りしてます。その2人がね対談というんでね、実は昨日本屋で見つけて、買ってきたんです。これが2024年1月16日が第1冊が発行ということで、まだ出たばかりの本ですね。その「うまく老いる」というテーマですね、この対談集になっております。まずはじめに和田秀樹、たまたま高齢者向けの本が当たったことがきっかけとなって、あれこれと高齢者向けの本を出すことになりましたが、私自身は63歳でまだ高齢者であることを経験していません。高齢者専門の精神科医という貴重な体験を30年以上もさせていただいたこともあって、高齢者が何に苦しみ、それをどう解決すればいいかということについては確かに経験から言えることがあると自負していますが、残念ながら医者のもとには元気で活躍される、長生きされている方はほとんど来ません。ここが面白いですね。なるほど、そういうことですか。以前高齢者専門の総合病院に勤務し、そこには老人ホームが併設されていたこともあって、通常の医者が考えるように検査データを正常にしたら元気で長生きできるなどということはほとんど嘘に近いことが分かったのですが、どうすれば元気でアクティブなまま長生きできるかということは今もって謎だらけなのです。ただ受験指導をしていたことの経験則から言うと、うまくいってる人から話を聞き、それを参考にすることが早道のように思えてなりません。私には自己流や学校から押し付けられたヘボな勉強方法をそのまま実践している人に、私がうまくいき弟に教えて成功に導いた勉強法を教えることで、多くの人の受験を成功に導いた経験がある。初めて知りました。そんなのがあるんですね。私自身も老年精神医学の名医竹中星郎清郎先生の下で医者として仕事ができたので、精神科医として話を聞くことがかなりうまくなった自負もあります。野球にしてもうまくなりたければチームドクターでなく名選手に習いたいと思うでしょう。チームドクターに聞いても怪我をしないためにどうすればいいかは教えてもらえても、野球はうまくならないでしょう。前置きがなくなりましたが、今回私が上手に追い、90を過ぎても現役を続け、また頭脳も明晰な樋口恵子先生と対談という形で教えを請うことができたのは本当にラッキーなことだと思っています。どんなに元気で長生きし、さらに頭脳も明晰な方であっても、残念ながら身体機能は衰えてきますし、一部の知的の機能が衰えるのは誰も避けることはできません。それがどんな形で進んできて、それに対し
樋口さんがどう対応し折り合いをつけながら上手に生きておられるのかを老いの実況中継という形でお話を伺うことができたのは読者の方のためでだけでなく私自身にとって本当に勉強になったと自信を持って言えます。いいですね、これ。また樋口先生と話をしていて私にも多くの人にも役立つと思えるのは長年にわたり福祉の研究をなさり介護保険を含めて福祉政策のアドバイザーを続けてこられた経験を伺えただけでなくいざ自分が老いた際にそれをどう利用しそれに対してどのような評価をなさっているのかを聞けたことです。人間は高齢になればなるほど医者ができることは限られいわゆる福祉の力に支えられながら生きていくようになるものなのでそれをどう考えどう使うかはとても大切なのです。社会的地位が高かった人ほど福祉の力を借りることに拒否的な人が多いことを嫌というほど見てきました。樋口先生はその点についても非常に素直でフレキシブルなのです。なので多くの人の参考になると思います。ついでに樋口先生の医者に対する評価も聞けたので私も応用したいと思っています。いい医者というのは高齢になるほど専門診療科といったハイレベルなものではなく総合的な視野を持つ人間的なものだと思っていますが樋口先生の素直なご意見をもとに私も意見を述べさせていただきました。そして後半の章では高齢者の生き方についての考え方を二人で提言させていただきました。上手に老いることの見本のような先生のおかげで私が長年高齢者を見続けてきて感じたことをよりリアルなものにして読者にお伝えすることができたと自負しています。80歳の人でも85歳の経験はないし90歳の人でも100歳の経験がないのが老いの特徴です。老いの経験者で優等生の樋口先生と老いの長年のウォッチャーからの話を今後のヒントにしていただければ、幸甚です。それで今のは初めにが和田秀樹さんが書かれまして終わりにを樋口恵子さんが書かれてますね。これをまあ先に読んでですね次からはまあ第一章が入っていきたいと思うんですがね、終わりに樋口恵子精神科医の和田秀樹さんと対談本を出さないかという話を思いがけずにいただきました。和田さんといえば老い方の指南書が次々とベストセラーとなり本業の医師業はもちろん大学で教鞭を取り映画監督でもあるという八面六臂のご活躍そんなお忙しい方のペースについていけるかしらと不安がよぎりました。一方でこれだけ世間から注目されている方だからきっと魅力的な人物に違いないどんな方なのだろうという好奇心が抑えられなくなりました。勢いに任せて部下と対談をお引き受けしてしまったわけです。私の前のめりの性格をよく知って仕事を受けすぎないように気を配ってくれている二人の助手はさぞ慌てたことでしょう。私は人生100年時代の第一世代と自認しています。年を取るとどんなことが起きるのか長い老いをどう生きたらいいのか誰もが手探りです。長生きするのが怖いという人の気持ちもよくわかります。私だってこんなに長生きするとは思わずあたふたしていますのであたふたしていますものでも転んだりくたびれたりしながらもああこの老いの体験はきっと誰かの役に立つはずだと思って実況中継をせっせと続けてきました。今回たくさんの高齢者を見てきた専門家の和田さんにより広い見地から老いとの向き合い方やうまく老いるコツを伺いたいと思い対談を重ねてきましたがいかがでしたでしょうか。意欲を持ち続けることの大切さと大変さできる限り生活のあれこれや人付き合い仕事などから引退しないで続けていくことけれど続ける方法は柔軟に工夫することどれも大切なことだと改めて実感しました。対談をしながら驚くことがありました。和田さんの方から高齢者差別を許すまじと力強く語られたのです。
高齢者が社会の隅っこに追いやられている昨今の風潮に憤然としていた私は、同志を得たように大いに励まされました。生涯現役一有権者、生涯現役一消費者、これは私がずっと言い続けてきたことです。高齢になってヨタヘロになったとしても、人としての権利はしっかりと守らなければならないという強い思いがあります。和田さんの言葉からも同じ思いが伝わってきました。私と和田さんと親子ほどに年齢が離れ、方や医師、方や評論家と仕事も全く違いますが、意外なほど意見が一致し、話が盛り上がったのは嬉しい驚きでした。91歳にして新たな出会いがあるというのは幸運なことですね。和田さんの高齢者よ、もっと人生を楽しもうという呼びかけも心に響きました。近頃の私は高齢者へのメッセージを求められて、高齢者へ大きな夢を描こうと答えています。自分の人生の集大成となる仕事を成し遂げたい、これまでできなかったことに挑戦したい、自分が生きているうちは叶わないかもしれないけれど、次の世代が良くなるように夢を託したい。人によって様々な夢があることでしょう。老い先短い高齢者が夢を持って何になるのかと思われるかもわかりませんが、老い先の長い今の時代、高齢者だからこそ見られる夢があるはずです。せっかくなら大きな夢を見ようではないですか。夢を見るのに老いていく身に残された自由なんですから、お金もかかりませんしね。一人の夢を抱く高齢者の背景には、高齢者を社会の一員として捉え、老いを肯定的に受け入れる寛容な社会が必要でしょう。そして何より世の中が平和でなければ、高齢者といわれる年齢まで生きることすらできません。高齢者は平和の証なのです。今、ウクライナやパレスチナのガザ地域などでは、尊い命が犠牲になっています。長生きしたくてもできなかった人たちがいることを心に刻みたいと思っています。2024年1月。これが今回の樋口恵子さんと和田秀樹さんのうまく老いるという対談集になっております。いやー、これ今から、進みますけど楽しみですよね。まあ楽しみといえばね、私も、高齢者に、高齢者になる、光り輝く高齢者になるような情報を発信しながら、ミヤチャンネルの登録も一歩前に進めばいいなと思っております。今日は新書ですね。新しい、昨日買ったばかりの昨日買ったといっても、これが2024年1月16日の発行ですから、まだ新しい本です。ホヤホヤの本を今からお送りしたいと思います。いやちゃん、まだ高齢者といっても前に進んで大きな夢を描きながら、一緒にゴーゴーゴーと一緒に行きたいもんですね。受けよう。